いろんな奴と接してきたが、立ったまま待たされるなんてこれが初めてだ。ふむ、俺は別に何とも思わない。それはあんたがそういう扱いに慣れてしまったからだ。いつもそんな風に現状を受け入れてると、この先何も変えられなくなるぜ。お前という奴はどうしてそう理不尽なことを言うんだ。まあまあ、二人ともこんな些細なことで争うなんて割に合いませんよ。会員さん、確かに言い過ぎですよ。明白さんもあまり気にしないで。こんなに長く立ちっぱなしで待たされたら、誰だって少しは苛立ちを覚えるものです。別に立って待たなければならないという決まりはないんだし、いっそのこと近くの紹介から椅子を借りてくるのはどうでしょう。それもいいかもな。あそこの椅子の材質はあんまり良くないが、使えるだけマシだ。どうやら候補者たちはすでに3人とも揃っているようね。ええ、すぐに彼らと正式に会うことになる。でもその前に、まずは今回の視察の流れを君に説明するわ。視察は大きく2つに分けられる。時事法略と現場問答よ。前者では彼らにリーユへの発展計画を提出してもらう。後者は私たちが直接面と向かって彼らに質問をするってことよ。リーユへの発展計画を書くのには時間がかかるだろうから、あらかじめ彼らに言っておいたわ。これが彼らの提出してきた報告書よ。うわ、一冊だけ分厚いのがあるぞ。ついでに言っておくと、彼らには一つ要求をしてあるわ。誰が天数になろうと、自分が立てた計画内容はきちんと実行すること。よほどのことがない限り計画書の内容を変更することは許されない。だから今ここにある3つの書類は彼ら3人の立場を表しているのよ。まだちょっと時間があるから目を通しておいて。彼らに対する第一印象を持っておくといいわ。私はここで待ってるから、読み終わったら言ってちょうだい。この のどかな時間がもっと増えると嬉しいのですが私って欲張りですね。刀は技を支え、匠は宝を有す。刀はお茶と同じく、丁寧に味わってこそ本来の趣がわかるものです。読み終わったの？何か感想は？なんかみんな真面目だったな。当然よ、点数の選考に関わることだからみんな全力を出し切っているの。何よりひとたび着任すればその計画に従って業務を取り行うことになるから、悔いは残したくないはず。まだ秘密。現場問答が終わってからじっくり話し合いましょう。もう候補者を連れてきていいわよ。一人ずつ
まずは簡易からね。かしこまりました。ほう、あんたら二人が今回の視察官か。これほど重要なことは行幸様が直々に視察するだろうとは思っていたが、まさか俺の知らない顔が来るとはな。俺の計画書はもう読んだんだろ。何か理解できないところがあったら俺に聞くといい。なんて上から目線なんだ。悪いな、別に意図があってのことじゃない。ただ事実を述べているだけだ。龍雲釈風、その仙人を知ってるのか。そうか、思い出したぞ。あんたがみんなが噂にしてたあの旅人なのか。名のあるやつならそれなりに才能もあるんだろう。もしかしたら俺の構想を理解できるかもな。ま、あまり期待はしていないが。あ、俺の番か。ええ、簡単に自己紹介してちょうだい。俺は明博、総務士に所属している。総務士で仕事をした時間は9年と 5ヶ月3日になる。これまで2347件の案件を取り扱ってきた。まだ12件が処理途中で、 およそ16日後に全て解決する予定だ。現在は都市計画に関わる仕事をしながら勘定明細の受け取りと検査をしている。勘定は3つの部分に分けられていて、それぞれ。なんかたまに言葉がつっかえてるのはおいらの気のせいか。自己紹介はそこまででいいわ。直接質問するわね。あ、すまない。こんにちは。正直本当に緊張しています。お二方はどんなことがお聞きになりたいのでしょうか。視察ということですから、できる範囲で全てお答えいたします。君の計画書は様々な分野に言及しているけれど、君自身はそれほど多くの事業をやったことがないみたいね。自分の計画をきちんと達成できると保証できるのかしら。そのような疑問を抱かれるのもごもっともだと思います。ですが計画に関しては自信があります。私はかつて数多くの場所を視察してきました。現地の専門的な方とも交流を行い、結論を導き出したのです。もちろん異なる問題が複雑に入り混じればそれぞれの結論も衝突する。ですので私が求めたのは均衡、つまり全ての問題の中から最適解を見つけることです。じゃあその導き出した答えが本当に最適解かどうかはどうやって判断するつもり？計画を実行する前は同僚や月会邸の秘書たちが評価をしてくれるでしょう。計画を実行した後は最終的にどうなったかがそのまま結果となります。私の判断が間違っていた場合は相応の責任を取るつもりです。悪くない答えね。では次の質問に行きましょう。話もよくまとまってたし、すごく聞きやすかったぞ。これで簡単なまとめができそうね。君も見た通り、簡易は見識が広く、
計画書に書かれた案も的を射ているものが多い。でもとても傲慢で頑固な性格、周りの人の気持ちは考えそうにないわね。明白の計画はより包括的で安定していたわ。非常に繊細で細かいところにまで目を配る性格。でも彼は簡易とは全くの真逆ね。口下手で人との交流においては弱々しい印象があるわ。のう、確かにその通りだったな。さすがヤラン。最後はチー。彼の計画は非常に詳細で確実な方策もある。これほど幅広い分野に心を配れる人はなかなかいないわ。これは表面的に取り繕われたようなものじゃない。よほど力を注がないとできないことよ。それに謙虚で穏やかだから人付き合いの方も問題はなさそうね。でも私が特に興味深いと思ったのは、彼の意見の多くが天王寺と同じだったことよ。もし地位が着任すれば天王寺も安心できそうね。やったー。さあ行きましょう。戻って天王寺にこれを伝えるわよ。これが旅人さんの普段の暮らしですか。またあなたに少し近づけた気がします。刀はお茶と同じく丁寧に味わってこそ本来の趣がわかるものです。刀は技を支え、大体わしの予想した通りだったか。単刀直入に聞くわ。地位の計画における考えが天王寺ととても似ていたことには何か理由があるのかしら。お前さんたちに候補者の名簿を渡した時、実は言ってなかったことがある。お前さんたちの判断に影響を与えてしまうかもしれないと思ってな。だが今ならそれも話していいだろう。あの三人はかつてわしの元で学んだことがある者たちなんだ。わしに似ているところがあってもおかしくはない。だが官位は商業で忙しくしておったし、明白も総務士でやるべき仕事があった。あの二人と比べると地位は最も長い間わしのそばにいたんだ。へえ、そうだったのか。天王寺はどんな
きっかけであの3人と知り合ったんだ。官位はある旧友からの推薦で、明白には仕事をしておった時に目をつけた。地位は意外な巡り合いだったな。最初は釣り友として偶然知り合ったんだが、それがだんだん親しくなっていろんな話題を話すようになった。地位は貧しい家の出身でな、両親も早くに亡くしている。だがあいつは才能に秀でていて、何事も学ぶのが早かった。あいつを見て若い頃の自分を思い出したんだ。釣りについてもちょっとした助言をしただけですぐ理解していたな。ああ、気づかないうちにこんな高みまで成長してくれた。今思うと本当に感慨深いよ。若者が成長していく中、わしは老いてしまった。時間は過ぎるのが早すぎる。やはり生老病死は誰にとっても避けられないものなんだな。あら、天王寺はまだまだ元気だし、あと何年か仕事できると思うけれど。お前さんは全く、慰めてくれんでもいい。気力が足りなくなったのもそう悪いことじゃない。肩の荷を下ろせれば、ただのじいさんのように自由に釣りに行けるんだからな。天王寺は釣りが好きなんだな。暇つぶしがしたいときは釣りが一番さ。釣ったばかりの魚はすごく新鮮で、水辺でさっと処理するだけで美味しい魚スープになる。新鮮な魚スープ、うわ、聞いただけでうまそうだぞ。そうだろう。それにちょっと前、チーもベテランの漁夫から特別なレシピを購入したらしくてな。近頃は釣りに行くと、いつもチーが下処理を済ませた副材料を持ってきてくれるんだ。それを加えるとよりうまくなる。何度も味わいたい美味しさだが、この老いぼれじゃあと何回飲めることやら。次はオイラも連れてってくれよ。オイラも飲みたい。話を戻すけど、天王寺、報告を聞いて結論は出たのかしら。お前さんに視察を任せたからには、お前さんの判断を信じよう。もし地位とわしの考え方の類似についてお前さんたちが聞いてこなければ、わしも三人との関係について言及するつもりはなかったんだ。先行は公平を期すべきもの。このような外的要素は全て無視し、候補者の才能や能力を徹底的に調査した上で結論を出してほしい。くれぐれも徹底的な調査を忘れずにな。わかったわ。行きましょう。場所を変えて話したいことがあるの。それじゃあ天王寺、オイラたちは先に行くな。体に気をつけろよ。うん、やっぱり地位で決まりでいいよな。だってほら、計画書もよくできてるし、話上手だし。急がなくてもいいわ。視察に時間制限はないもの。おい、もしかしてまだ何かテストがあるのか。それはないわ。彼ら本人に対する視察は終了した。でも一つ君たちに教えておいてあげるわ。目に見えるものが真実とは限らない。情報に関する仕事で最も禁忌なのが、当事者からしか情報を得ないことよ。真実の外側には常に霧がかかっている。だから様々な道で情報を集めないといけないの。文言、翔か。は、何でもお申し付けください、イエラン様。急に知らない人が現れた。驚かせちゃったかしら。この二人は私の部下、文苑と翔華よ。腕利きの助手として普段は近くに目を配らせてるの。こうして必要に応じて各種任務についてもらってるわ。
商家は商業に精通していて交渉で情報を得ている。文苑はよく演説から情報を得ているわ。この場にはいないけど、二人以外にもう一人武廃って部下もいるわよ。あのデカブツ、会場で長いこと任務をやってるみたいだが大丈夫なのか。あいつは泳げなかったと思うが。あいつは運がいいから、あれ式の波どうってことないさ。翔か、各商会に赴いて会員の背景事情を調べてくれるかしら。文苑、君はリーウェ総務士へ行って明白の仕事記録を調査してきて。はっ。おい、チーはいいのか。チー、もちろん彼は最も有力な候補者として私たちが直々に調査するわ。まずは不当に行きましょう。あそこは人も多いし、いろんな情報が行き交う場所よ。情報って言えば、万有商法の博来に聞いてみるのはどうだ。あいつはいつも北不島で商売をしてるから、何か情報を聞いたことがあるかもしれないぞ。なるほど、悪くないわね。彼に聞いてみましょう。その値段じゃあまりにも高すぎるだろう。こんなに高い仕入れ値でどうやって売れって言うんだ。そう言わないでくださいよ旦那。この夕暮れの実は最も上質なものなんですから。以前間違えて一つ井戸に落としてしまったんですが、その井戸の水が全部甘くなったぐらいなんですよ。だとしてもだな。まあまあ旦那、実はもう一つ秘密があるんですよ。英発商店の店主もうちの品を仕入れようとしたんです。でも彼には売りませんでした。ああ、でももし旦那がいらないって言うんでしたら仕方ありません。向こうと商売するしかないですね。わかった、そういうことならその値段で仕入れよう。あるだけ全部だ。英発商店には一つも残すなよ。君たちどうしてここへ。言っておくが、この夕暮れの実には私が先に目をつけたんだ。横入りはさせないぞ。実はオイラたち、チーのことについて聞きに来たんだ。あいつのことを知ってるか。チー、かなり評判のいい人物だぞ。彼に関する話を聞いたことがある。貧しい家の出身なんだが、両親を早くに亡くして周りの人から冷たい目で見られていたそうだ。昔は隣人からよく悪口を言われていたそうだが、地位は報復するどころか、その後破産した隣人の面倒を見てやっていたらしい。衣食放縁、貧困法制、どうして今までこういう人物に出会えなかったのかと思わせるような逸材だ。いや、今からでも遅くはない。彼を我々万有商法の広報大使に招けば。なんだかいいやつみたいだな。これでオイラたちも安心だぜ。こんなことを聞いてどうするんだ。まさか君たちも彼を何かの大使に。そうか、ならば高い値を払った者勝ちということで。ん、そこに地位がいるじゃないか。いっそ直接聞きに行こう。確かに地位ね。見た感じ林老と話をしているようだけど、話を聞いてみましょう。いい？彼に気づかれないように注意して。こういう情報こそ最も偽りのないものよ。私は先に雇用契約書を取りに戻る。って、おい、抜け駆けはなしだぞ。おい、わかったわ。歩きながら話しましょう。そんなに急いでどうするの。これじゃ見つかるわよ。
いい？彼に気づか。わかったわ。歩きながら話しましょう。チーさんは手記を一式買いたいのね。お互い商売人同士だもの。チーさんもうちの店をよく知っているはずよね。実は私には普段からお酒を飲むのが好きな旧友がいるんです。彼は風流を好むのですが、見栄を張って贅沢はしたくない。ですので良質な模造品の手記を買って彼を招待したいのです。ちいさんは優しいのね。わかったわ。私に任せてちょうだい。時間があるときに帰国居まで品を受け取りに来て。ありがとうございます、林道さん。いいえ。これだけ。そんなに急いでどうするの？これじゃ見つかるわよ。いい？わかったわ。歩きながら話しましょう。Cさんは手記を一式買いたいのね。お互い商売人同士だもの。Cさんもうちの店をよく知っているはずよね。実は私には普段からお酒を飲むのが好きな旧友がいるんです。彼は風流を好むのですが、見栄を張って贅沢はしたくない。ですので良質な模造品の手記を買って彼を招待したいのです。ちいさんは優しいのね。わかったわ。私に任せてちょうだい。時間があるときに帰国居まで品を受け取りに来て。何をしてるの？このままじゃ情報を聞き逃すわよ。いい？わかったわ。歩きながら話しましょう。Cさんは手記を一式買いたいのね。お互い商売人同士だもの。Cさんもうちの店をよく知っているはずよね。実は私には普段からお酒を飲むのが好きな旧友がいるんです。彼は風流を好むのですが、見栄を張って贅沢はしたくない。ですので良質な模造品の手記を買って彼を招待したいのです。ちいさんは優しいのね。わかったわ。私に任せてちょうだい。時間があるときに帰国居まで品を受け取りに来て。ありがとうございます、林道さん。いいえ。これだけ評判が良くて友達思いだなんて、得難い人ね。私も店に帰ってからきちんと選ぶから安心して。これでイエランも安心しただろ。他の人の目にもチーはいいやつに映ってるんだ。結論を急ぐ必要はないわ。彼が普段釣りをしている不当に行ってみましょう。まだやるのか。まさか自分も天数になりたいからってチーに問題があることをどうしても証明したいとかじゃないよな。さあね。でも、もし私が天数になったら、君たちを特別扱いしてもいいわよ。ただでいろんな美食を食べさせてあげる。どうかしら？
じゃあじゃあこのまま南ふ頭に行ってみようぜ。刀は技を支え、匠は宝を有す。これが旅人さんの普段の暮らしですか。またあなたに少し近づけた気がします。人は相変わらず賑やかね。ここで釣りをしている人は釣った魚を近くの魚屋に売ることもあるそうよ。孫さんに聞いてみましょう。いらっしゃいませ。今日はどんなものをお探しに。すみません、私たちはリーユエ町友会の一員です。ある人についてお聞きしてもいいですか。チーさんという方がとても釣りがお上手だとお聞きしたのですが、彼について何か知っていることはないですか。おー、イランって身分を偽る時もこんなに平然としてるんだな。ああ、チーね、この辺りでもすごく有名ですぜ。各地を旅している友人から聞いた話では、よその町にまで流し入れてるとかなんとか。聞けば子供の頃は非常に苦労したようで、いくつも仕事を掛け持ちしてたそうですね。まあ苦中の苦を受けざれば人の上の人たることかたしと言いやすからね。彼はきっと超すごい人になりやすぜ。おいらたちと同じ考えだな。けど、町友会への勧誘でしたら無駄足だったかもしれやせん。それはどうして。あいつは何でもできやすが、釣りだけはいまいちなんでさ。たまに不当で釣った魚をうちに売りに来るんですが、収穫量が実に普通で、良くも悪くもないといったところですか。もし会員を募集してるんなら、他に何人か釣りの達人を知っていやすが。素敵ですね。でも今はまだ他の用事があるので、今度お茶でもご一緒しませんか。わかりやした。またお越しください。よその町にまで知られているね。さあ他の場所でも聞いてみましょうか。魚はいるかい。1匹300モラ、3匹1000モラだよ。どれも貴重なもの、もう残り少ないよ。こんにちは。私たちは漁科調査会の者なのですが、一つ伺ってもよろしいでしょうか。わあ、また身分を変えたぞ。漁科調査会、俺は何も悪いことやってねえぞ。商売の邪魔しないでくれ。ご安心を。我々はただ簡単な調査をしたいだけですので。近頃チーという方が
この近くで鮮魚を低価格で売っているとお聞きしました。それについて何かご存知でしょうか。ふぅ、俺のことじゃないのか。それを早く言ってくれ。 C のことなら知ってるぜ。定価で鮮魚を売る件については俺も聞いたことがない。だがまあ、あいつならやりかねんがな。え、どうしてだ。あいつは貧乏なんだ。両親を早くに亡くしたんだが、酒狂いの父親が生前に多額の借金をしてたらしくてな。だから誰も地位とは関わり合いを持とうとしなかった。あいつが不当に来たのはまだ幼い頃だったな。ボロボロの服を着て頭にはガーゼを巻いていた。天王寺に拾われてやっと生き延びることができたんだ。だが今も貯金はあまりないみたいだな。腹を空かせるとまではいかないが、たった数もらのために値引き交渉してるのをよく見るよ。だからあいつが魚を売るのも俺はおかしなこととは思わない。まあどうせ大した数の魚じゃないし、こっちの商売の邪魔にはなるまい。おっと、これはあいつには言うなよ。知られたくないのですか。ああ、何度か少し話をしたことがあるんだが、あいつは他人からどう見られてるのかすごく気にするやつなんだ。劣等感すら抱いてるようだった。だが俺には何か言ってやる資格もないからな。あいつはすでにほとんどの人間より優秀な存在さ。完璧な人間なんてこの世にはいない。あいつがそのせいで不幸にならないことを祈るよ。なるほど、情報を提供いただきありがとうございました。いいってことよ。それともう一回言っておくが、俺が売ってる魚には値段の問題なんてないからな。何回も言うと逆に嘘くさくなるぞ。あまりお金を持っていないね。他の人にも情報を聞いてみましょうか。お前たちか。なんて言うんだっけ。そうだ、また会えて光栄だ。俺様に何か用か。実を言うと、私たちはこの業界に入ったばかりなんだけどね。ロッコ様が情報通って聞いて訪ねに来たの。本当か。その俺様を情報通と褒める者がいるのか。もちろん。ドッコ様は心優しい方で、何でも答えてくださるとも聞いてるわ。やった。何が聞きたいんだ。この町のことなら俺様は何でも知ってるぜ。わ、子供まで騙すのかよ。ではお聞きしますが、ドッコ様はチーという方をご存知ですか。もちろんさ。最近大人たちがいつも話してるチーニーのことだろ。チーニーのことならたくさん聞いたことがあるぜ。例えばあんま覚えてないや。まあほとんど大した内容じゃない。やっぱり俺様は剣の光と影が交わる強格な話の方が好きだぜ。その点については私も同感です。ではドッコ様はいつ頃から大人たちがちいさんについて話をするようになったのか覚えてるかな。あ、それなら覚えてるぜ。だいたい 2,3 ヶ月くらい前だな。前はみんなちい兄について話すとき、俺様が不愉快に思うような口調だったんだ。だけど 2,3 ヶ月前からちい兄に好感を持つ人がたくさん現れ始めた。ちい兄は俺様に飴をくれたこともあるし、みんながチーニーをよく言うのは俺様も嬉しいぜ。やっぱりね。ん、やっぱりなんだ。やっぱりドッコ様は噂通り心優しい方だと言ったのです。それほどでもねえって。そういえば知らない顔もたくさんいたぜ。よく街中でチーニーのことについて話してた。きっといいやつらだよな。ええ、よかった。今度会ったら挨拶でもしてくるか。たまった飴もあいつらに一つずつ分けてやろう。そうですね。
もしよろしければ彼らの居場所を頑丈茶室にいる私の友人まで伝えてくれる？そうすれば私の友人が彼らをおもてなしするよ。そうか、ありがとうお姉さん。うん、じゃあまた会おうね。ああ、またな。今の話の問題点分かったかしら？問題点？一体何が問題なんだ？チーの名声が高いって話だろ。孫とコウもいい風に言ってたし、ドコサクもチーが好きみたいだった。そうね、でも問題はこの突然の名声がちょっと高すぎるところよ。突然？高すぎる？どういうことだ？衣食放縁、寒苦奮闘、確かに町で評判になるほどのことだわ。だけど孫が言うには、よその町の友人も耳にしていた。それはいくらなんでも大げさすぎるわ。そしてそれらについてドッコサクが言っていたことを覚えてる？関心はするけれど大して興味はない。これこそが普通の人の反応よ。何よりこういった彼の評判はこの 2,3 ヶ月で一気に現れたもの。彼の幼い頃の話や学問を求めた話、それに隣人との話、どれも最近のことじゃないのに、どうして今になってやっと人々の耳に入ったのかしら。そう言われると確かにちょっとおかしいな。もちろんそれだけなら私も別に手を出す気はないわ。貧しい家に生まれたチーがお金を払って自分の活躍を宣伝するのは、私からすればゲームの規則の範囲内だと思うわ。でも問題がある。さっきコウが言ってた彼の話を聞いたでしょ。彼はずっと生活に困っていて、収入はすべて学費や旅、借金を返すことに使っていた。そんな彼が大金を出せるとは思えない。そう、それなら事情も変わってくるわ。もしかしたら隠れた勢力がこの木を狙ってリーユー七世に手を出そうとしているのかも。これは最悪の推測だけど、推測はひどければひどいほど真実に近いってことがよくあるのよ。七世に手を出すって聞いただけでヤバそうだぞ。じゃあオイラたちはどうすればいいんだよ。今チーに聞いたって絶対に認めないよな。まずは彼を手伝っているのが誰なのかを突き止める。大丈夫、私に策があるわ。視察過程にあった時事法略は覚えてる？あれに書かれた計画は着任後に実現させるべきもので、彼らの立場を示していると言ったでしょ。チーを裏で手伝っている者は彼の着任によって利益を得ようとしている。だったらチーの計画の中に何らかの手がかりがあるはずよ。頑丈茶室へ行きましょう。計画書は項目がとても多いわ。短時間でその中のほころびを見つけることは困難ね。半分に分けるから手分けして読みましょう。読み終えたら情報交換よ。名目上の視察はもう終わっているから、規則通りもうじき結果を発表しなければならない。急いで真実を突き止めないと。
緊急事態だな。天王寺がどのようにチーのことを考えていようと、チーが天王寺の自慢の門弟なのは事実よ。そんな彼が目立つ証拠を残すはずがない。だから私たちもじっくり考えましょう。半分持ってったのに、まだまだ多いな。とにかく読んでみようぜ。休憩しようぜ。お、どうやら俺が一番早く戻ったようだな。あ、お前はエランの下っ端のショウか。戻ってきたってことは怪異の調査が終わったのか。ああ、各紹介を訪ね全面的に詳しく調べてきた。何度も門前払いを食らったが、俺の巧妙な手腕にかかれば。余計なことはいいから早く言いなさい。はっ、イエラン様、結論からご報告します。官位と接触したほとんどの者は、彼の傲慢な性格に文句をつけながらもとても高い評価を下す傾向がありました。飛雲商会の坊ちゃんも官位は傲慢ではあるが、物事の対処に関しては極めて几帳面だと言っていました。それに契約を交わしさえすれば、相手が貧民であろうと富豪であろうと皆平等に扱うそうです。全然そうは見えなかったぞ。その名声に偽造の可能性は。彼の名義にある産業帳簿は調べられるかしら。本来なら難しいところではありますが、その一通り聞いて回ったところ、官員はほとんど全ての帳簿を公開していたんです。どこから仕入れてどこに売るのか、これらは本来機密事項なのですが、彼は全く気にしていないようでした。官員は他人には見つけられない商機を見つけるのが得意なのですが、大儲けをした後はまるで飽きたかのように全ての商業機密を公開してしまうのです。知ったからなんだ、どうせ俺にはかなわないという態度で。しかしそういう人間に限ってお金を稼げているので、本当に腹立たしい話です。おかしなやつだな。あいつにとって商売はお金稼ぎじゃなくて、なんていうか、こう、結論を検証するためといったところかしら。彼の計画が非常に洞察に富んでいたのは、彼がすでに数多くの実験をやっていたからだったのね。ただいま戻りました。ってあれ、なぜお前がここに。言うまでもなく、俺の能力が高く常に人よりも一歩進んでいるからだ。いや、お前より効率がいいからと言った方が正しいか。お前、まあいい、争うつもりはない。ついでに他の用事を済ませていたんだ。それがなかったらとっくに戻ってきてたさ。イエラン様、明白の調査が終わりました。報告して。総務省によれば、明白は焦りを感じると話が途切れ途切れになってしまうそうです。特に見知らぬ人と会話するときはいつもそうなるんだとか。しかし知り合ってから何日か経てば普通に交流できるようになるそうです。他人が見過ごしてしまうような問題にも常に配慮している人物らしく、総務省における彼の評判はとても高いものでした。君から見て、総務省が彼に対して過大評価をしていると思うところはあった。ないと思います。明白の名声は
少しずつ積み上げてきたものですから。シャオユーによりますと、総務士の業務はほとんど実行する前に明白に見てもらうそうです。彼が同意すると皆も安心できるようで。それからかつて総務士で上司の目を欺き下の者を騙していた人物がいて、明白にこっぴどく叱られたそうです。怒った彼はとても怖いらしいのですが、私は見られませんでした。うわぁ、オイラも全く想像できないぞ。前にも言ったでしょう、目に見えるものが真実とは限らない。おぉ、今わかった気がするぞ。お疲れ様、もう休んでいいわよ。それで計画書はもう見終わったかしら。もうちょっと見てくるぜ。この中の項目を単独で読んだ限りでは何も問題はなさそうね。でも一点私が引っかかったのが、この聖教浦再開発計画。元より聖教浦は数々の秘密がある場所よ。過去にはジャクダ竜王がそこで人騒ぎを起こしているし、地下にはさらに多くの秘密が埋もれている。例の一件の後、どこからともなくある噂が流れたの。聖教浦の下には巨大な宝が埋まっているってね。その噂を聞いた探検隊が七星の許可を得て初めての試験的採掘を行ったことがあったわ。それで宝は見つかったのか？いいえ、遺跡の奥底はとても堅固で、特殊な爆薬か何かで硬い岩盤を破壊しなければその先には進めなかった。でも当時は技術も未熟だったから、採掘公務は中止になって宝も伝説となったの。地位の計画は全て問題の解決に重きを置いているわ。けれど宝の採掘はとてもリスクが高いし、地位のやりそうな計画には見えない。でも単にそれだけよ、まだ何もわからないわね。宝を求めてる人は多いわ。宝刀団にファデュイ、リーユエ本土の数々の勢力。そっちは何か手がかりはあった？採掘、公務、宝。あ、オイラたち計画書で見たよな。あ、そうだ、もし適した公務があったら黒岩城を優先的に動かすって書いてあったぞ。なるほど、この2つのことが合わさればすでに明白ね。地位は黒岩城に聖教浦の宝を採掘させるつもりよ。まさか地位を手伝ってるのって黒岩城なのか？いえ、それはないわ。黒岩城は昔私も調査したことがある。今の彼らは各勢力とほとんど関わりがない。黒岩城には確かに特殊な爆薬が保存されているけど、危険な公務を行うためだけにそれを手に入れるのは割に合わないわ。でも手がかりは確かに黒岩城を指してる。だったら見に行くしかないわね。何か新しい収穫を得られるかもしれないわ。まさかカイと明白がオイラたちの印象と全く違うやつだったなんて。